ああ、苦しい。死ぬタクスゼアンするかと思ったよねってこと。改めまして、石タクスゼアンです。本日は私たちの生活には欠かすことのできない水、通称ロレ。それをいいことに水素水など意味不明なものを売ろうとしてくる輩もいるよね、クソが。本日はそんな水を使い革命的な発明をした男、スタンリー・マイヤー。彼の功績、そしてその後の権利争いによる悲惨な末路についてお話ししていきタクスゼアン。あと酵素ってなんだよ、クソが。全国の友達さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。お久しぶりですね。本日は久しぶりにね、陰謀論なわけなんですけども、こんな言葉がありますよね。人が頭で思いつくことは実現可能であると言いまして、これがあったらいいなっていうのは絶対に実現するという意味なんですけども、じゃあ例えばどこでもドアが開発されました、しかも簡単な技術で一家に一台置けますよとなるとしますよね。当然みんなやったーって、世界はここまで進化したーってこうはしゃぎますよね。でも開発できないんです。何があっても、頭に拳銃突きつけられて、口に C4 詰め込まれて、背中に剣山の状況でも開発できません。理由はそうですね、困る人がいるからです。愚かですね。近藤正彦かよと言っておりますね。開発したけど、じゃあ移動手段を商売としてた鉄道、航空、タクシー、中洲屋形船の方々を誰も利用しなくなりますよね。そう、失業者が大勢出ちゃうんですね。これがもう人類の進化が限界まで来ちゃってるよと言われてる要因の一つでもあります。そして本日土曜日都市伝説は、そんなタブーとされる発明を実現しようと戦ったスタンリー・マイヤーという方についてお話していきます。詳細です。スタンリー・マイヤー、アメリカ合衆国の発明家です。彼が発明しようとしていたもの、それが水を燃料に走る車です。水なのに燃料って、青春派 AV 女優みたいな。ははガソリンなどの燃料ではなく、水を使って車を走らせようとしたんですね。日本でも最近出るのか出ないのかって騒がれてましたけどね。あれどうなったんですかね。いつの間にか消えましたよね。そしてこのスタンリーの研究は確実に成功するとささやかれ始めて、あらゆる企業、そして学者がその研究材料を買い取らせてくれっていう風に殺到します。その最高額がなんと8兆円。8兆円です。しかしスタンリーはダメです、無理っすとね、全てを断ってしまいます。8兆円ですよこれ。そして数年後、彼はたったの3リッターの水で150キロの距離を走行できる車を開発してしまいます。その映像がこちらです。そう、ピンときた人いると思うんですが、これが荒野行動のバギーのモデルにもなってるんですね。あ、嘘です、適当なこと言いました。そしてこの特許も彼は極秘に取得して、さあいよいよ世の中にとなった途端ですね、これも権利をね、1100億円で買い取らせてくれてね、8兆円が無理なのにどうしたみたいな人らもね、大量に集まります。最後はアラブの石油会社まで出てきても、分かった、じゃあいくらだったら譲ってくれるんやお前とスタンリーに交渉します。すると彼は渾身のドヤ顔でこう言います。この技術は多くの人類のためのもので、企業が独占するべきものではない。なんと彼は金じゃねえと、人類の進化なんだと素晴らしい言葉を残すんですね。しかしその一言で悲劇が起きます。それが長年の発明が成功し、協力した者と成功の祝福をしていた時、彼のグラスに毒が盛られ、54歳という若さで毒殺されてしまいます。この時彼は最後に、奴らに毒を盛られたよと残し、息を引き取ります。警察はその後これを病死と判断し、事件をもみ消し、捜査として全ての技術を引き取ってしまいます。一人の革命をもたらすはずだった発明者は闇に葬られてしまったということなんですが、じゃあ一体これを開発されて困るのは誰なんだって話、お願いします。いくよ。石油じゃありません、石油企業だよ。天理に飲まれ、時代に殺された男、スタンリー・マイヤー。必ずしも開発されると困る人が存在しています。それが当時のアメリカ合衆国石油を独占していたジョン・ロック。金で買えないものはない、買えなければ消してしまう。彼ら一族はそう考えたのでしょう。警察までも買収した一族は進化までも止めたと言えるでしょう。絶えず変化を求める気持ちと不満こそが進歩するために最初に必要なものである。変化ではなく繁栄を目論んだ彼らには邪魔だったのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。3回目ちょっと早かったから大丈夫。はい、というわけで今回以上でございますけども、ただじゃあなんで技術を盗んだのに出さないのかというふうに思うじゃないですか。実はまだ特許の権利を持ってる人がいるんですね。それがこのスタンリーの弟です。実は2人で最初から開発をしていたんですね。現在もひっそりと身を隠して発明を進めているというお話もあります。まだ物語は続いているのかもしれませんというお話でした。まあ僕自身ももっと面白い動画を作れるんですけど、まあそれを作っちゃうと他の YouTuber が困るじゃないですか。だからまあこうやって程よく滑るようなギャグっていうのをやってるんですよね。真水ぐらい滑ってますね。今日は以上、おやす水。インド洋の陰謀に渦巻かせだろうか、石タクスゼアンです。本日は今まで決して語られることのなかった人物、ババ・バンガ。史上最高の預言者とまで言われた人物、その的中率は 85%。 今夜なぜ今まで表に出ることがなかったのか、そして彼女が預言する新たな世界の幕開け、その真相をお話していきタクスリスクマスク水燃えタクスゼアン。何
全国の皆さんこんばんは、深夜の放送部のタックです。来ましたね、とうとうね、あのバババンガをねお話しするときが来ました。世の中にはたくさんの予言者がいます。例えばノストラダムス、ヒトラー、タック TV とね、その数ある予言者の中でも群を抜いて当てていると言われている人物、それがバババンガです。本日土曜日都市伝説はバババンガの予言についてお話ししていきます。こちら実際に予言されていることなので決して陰謀論ではございません。では早速まず誰なのかをざっくり。バババンガ正式名バンゲリア・パンデバ・デミトロバ、1996年死去ブルガリアの予言者です。12歳の時に竜巻に飲まれ両目を失明、しかし視力と引き換えに彼女は予知能力を得ます。厳密に言えば未来が見えるわけではなく、夢の中で不思議な生き物が予知夢として見せてくるというものでした。しかしその的中率、先ほども関が言ってましたが 85% まで上がっています。このことから世界各地から彼女のもとに人が訪れたそうです。あの予言者ではと言われていたアドルフ・ヒトラーの姿もあったそうです。ここでヒトラーは彼女から情報を得ていただけではないのかとも言われています。ではここで今まで彼女が的中させた予言を一部紹介します。第二次世界大戦の勃発、冷戦終了とソ連の崩壊、 9.11 同時多発テロ、オバマ大統領当選、スマトラ沖地震、3.11 東日本大震災とですね、世界で起きた大きな事件事故はほぼ的中させています。 9.11 に関してはアメリカで鉄の鳥が双子に衝突、大勢が死ぬと完璧に予言していたそうです。その予言というものがいつまでされているかと言いますと、5079年世界の終わりというもので終わっています。ちょっとこれチート臭いんですけど、しかしこっからが本題です。皆さん今バババンガという名前を聞いてまずこう思ったんじゃないですか。誰？はい、知らない人がかなりいたんではないかと思います。それもそのはずです。今現在彼女の予言公表されているものがほんの一部だと言われています。故にテレビメディア各種は彼女を取り上げないんですね。理由があります。それが彼女の予言が国家最高機密に指定されているからです。人の予言というものが国家最高機密に保管されているんです。しかしこの行動がある真実を裏付けています。今的中している予言、そして今後の予言、何かと一致します。それが秘密結社イルミナティの全人類奴隷計画表、あのイルミナティカードにも書かれている予言、国家最高機密に指定され隠され続けているバババンガ、この2つが紐解くもの、お願いします。セキセキセキ、ここまで予言を当て国家が認めたものに対策が行われずメディアも報道しない、たった一つの理由、それが予言者などではないということ。彼女の力をヒトラーまでもが信じた時、彼らはこう思ったのでしょう。これから起こすことを彼女に吹き込み公表させ自然に起きたことにしようと。しかし知りすぎた人物、暴こうとするものが多すぎた。だからこそ最高機密として保管することを命じた。この行動こそがイルミナティによる今後の動きを明確にしたと言っても過言ではありません。全ては的中などではなく計画であると。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、というわけでね、まぁ、ちょっと難しいんですけど、実際に今後何が起きるか、最近一つ予言が出てきたんですよ。それが前回のプーチンの話題とも関係してきます。あまり明確に動画では言えないんですが、ヒントをこの数日、Twitter、YouTube 使って出しています。そして今日の動画です。中国、ロシア、イギリス。何か起きるとしたらここです。これも信じるか信じないかはあなた次第です。僕は国を並べただけ、決して陰謀論ではない。はい、というわけで今回は以上です。ちょっと長くなりましたけどね、ご視聴ありがとうございました。おやすみに氷河期。世の中には2種類の男しかいない。俺か俺以外か。ここでうちのマネージャーのツイッターを見てみましょう。車検来たんだけど暇すぎて男前になりそう。つまんねえんだよお前。全国の皆さんこんばんは、深夜のホストブタクです。皆さん休日がホストクラブはご存知でしょうか。そうですか。では今現在歌舞伎町でナンバーワンホストをやっているのはローランド。あ、誰だみたいに答えをこう言っちゃいましたね。で本日は口開けば名言でおなじみホスト界の帝王ローランドという男性についてご紹介します。彼の痺れるような名言から人生を学ぼうという男子必見の企画でございます。それでは早速詳細でございます。ローランド1992年7月27日降臨、身長182センチ、 AB 型、現在はホストクラブプラチナ本店に在籍。その業界での実績はなんと一晩で4000万円以上、年収も3億円以上の実力が。現在はコラム執筆やタレント活動も行い、歌舞伎町内に7店舗展開するキングプロデュースの取締役兼現役ホストとして活躍。さらに近年自身の日常会話が名言すぎると話題になり、現在メディアにも引っ張りだこの男性でございます。実力と美貌を兼ね備えすぎて本人曰く、天は二物を与えないなんてたわごと、俺なんか三物ぐらい返したいと言っておりました。それを踏まえ今回は彼の魅力をもっと知ることができる名言についてまとめてきましたので一気に紹介します。1つ目、酒は誰と飲むかじゃない、俺と飲むか。何を飲むかでもなく俺と飲むかどうからしいです。2つ目、下手なテレビ見てるより鏡見てる方が楽しい、これをなんとテレビで言っておりました。3つ目、塵も積もればなんて悠長なこと言ってるからダメなんだ、俺クラスになると山を積もらしちゃうからね。ちょっとこれは分かんないですね。さらにゾゾタウン前澤社長が月に行くことをどう思ってるのか聞かれた際、月が自分に出向こうとしてる時点で月に負けてない、俺様クラスになると逆に月を来日させる方向で考えてるからね、月は行くもんじゃないと、月が俺に会いに来るんだということですね。皆様そろそろローランド様が分かってきた頃じゃないかなと思います。ではここでローランドクイズです。ローランド様はシャワーを浴びるときどこから洗うでしょう。
正解はこちら、オーラでした。このクラスになるとまずはオーラから洗うんですね。ちなみにオーラの出し方を聞かれたんですが、出し方は歩くのと一緒、気づいたらだそうです。さらにローランドクラスになると車のカーナビはこうなります。こちら世界地図ですね。本人曰くたどり着きたいという熱い気持ちが大事だと言っておりました。もうちょっと大喜利みたいになってきましたよね。さらにアンチに対しても名言で制圧します。ツイッターにて質問箱を設けており、調子に乗るなとアンチから言われても調子に乗車拒否される方が辛い、だから俺はこれからも運転手付きの調子に乗ると言っておりました。もうネタやんと思う方もいると思いますが、心に刺さるような名言も連発しています。プロ意識の話になり、 AKB 総選挙で結婚を発表した方がいたことについてどう思うか聞かれた際、ファン全員のお客様の笑顔に一人の男性の笑顔が勝っただけだからいいんじゃないとね、ほーとなる名言を生み出しております。一見ナルシストジョークかと思われるローランド様なんですが、高すぎるプロ意識、その実力から後輩ともども世界中から愛されているということなんですね。この方のツイッターをずっと見てるんですけど、めちゃくちゃポジティブになりますよ。自身自己啓発本も読まれてるみたいにして、 YouTube の動画などなど人生の勉強になると思いますんで、マジでおすすめでございます。でちょっとうちのマネージャーも少しねローランド気質ありまして、10月7日のツイートで、太陽が昇ったってことは朝ってことじゃん、朝ってことはおはようってことじゃん、おはようございます、あなたのハートにズームイン朝。なあこれ、すいません、全然違いました、めっちゃ滑ってるだけでした、すいません。はい、というわけで今回以上になります。少しでもローランド様の魅力が伝わればと思います。ただ一つちょっと気になったんですけど、一番最近の名言で、世の中には3つのやり方がある、正しいやり方、間違ったやり方、そして俺のやり方、いや俺が先みたいになってる、これ俺っせいえ、どうしたこいつバケモンだ、逃げろ。花形け、戦後最強の喧嘩師と称され全巻7版、その逮捕歴は22回。今夜はそんな武器を持たず一生涯を極道とし貫いた伝説の男についてお話ししていこう。花形け、横顔見たら花形けすいません。ペコロト君さん、こんばんは。深夜の放送部タケです。皆さん急ですが、喧嘩したことってありますか？ない。しようや、先に5発殴っていい？すみません、生きりオタク中二病出ましたけども、まあ、今の学生なんか殴り合いの喧嘩なんかすることめったにないと思うんですが、その昔戦後などはまだまだ暴力が横行しておりました。とかとかね、まあ、今一切聞こえてないでしょうけど、まあ、今日はそんな時代に伝説の喧嘩師と呼ばれた男についてお話していきます。そう、お気づきでしょうか、土曜日都市伝説がないから都市が消えて伝説シリーズになりましたね。カポ！さあ、決してネタ切りではございません。土曜日伝説シリーズは最強の喧嘩師花形系についてお話していきます。まず知らない方のためにもざっくり紹介。彼は何をした人かと言いますと、極道全盛期の安藤組という組の大幹部を務めていました。その組長安藤昇、この方知ってるお父さんお母さんもいると思います。組長を務めた後俳優になってその生涯を終えている方です。まずこの安藤昇という男性もヤバかったそうで、戦後間もなく愚連隊という組織を作ります。その後今は軽トラひっくり返してウェーイですが、当時の渋谷を拠点に東工業、実質安藤組を立ち上げるんですね。で話がちょっとそれるんですが、この安藤昇さん、綺麗な顔立ちなんですが、左頬に大きな切り傷があります。これ銀座の並木通りで喧嘩になって、相手から「ちょ、上着脱ぎたいから待って」って言われて、分かったって律儀に待つんですよね。そしたら隠した刃物で切られるっていうね、まあ、実写版ジャギみたいなやつにつけられたそうです。でこの安藤昇が一番可愛がり、喧嘩最強として幹部に置いたのが花形系なんですね。その見た目は凄まじく、当時の平均身長は160センチぐらいですが、まず背丈が180センチほどあり、傷だらけの顔、鬼のような威圧感があったそうです。で彼の学生時代を知る同じ幹部の森田氏は、学生時代一人だけ身長がつば抜けて指をポキポキ鳴らしながらニヤニヤして、もう見るからにやべえやつだったと語っています。さらに学生時代プロボクサーと喧嘩になりますが、ワンパンで KO、 君グーで殴ると人殺すからダメとボクサーに言わせたと語られています。この時の呼び名が怪物殺人パンチだったそうです。そんな彼は武器を一切持たない捨て頃というスタイルを好み、トレードマークの白スーツを着用していました。諸説あるんですが、龍が如くの主人公捨て頃喧嘩最強桐生一馬のね、トレードマークの白スーツもここから来てるのではとも言われています。あと彼が元になったアニメで有名なのはバキの花山薫ですよね。アニメで銃弾を口の中で炸裂させられても平気で生きている姿が描かれていて、実はその元になった話もあるんですよね。じゃあここからはそんな最強と呼ばれた男の伝説についてお話していきます。一つ目、銃に勝つ。はい、さっき言いました、同級生で同じ組の大幹部森田氏と喧嘩になって飲みの席で圧倒します。酒を飲んだ花形系はやべえと思い、森田氏はそのまま帰宅するんですが、その姿に射程が激怒して拳銃で撃ちます。しかし花形系、なんだそりゃ、相手は殺されると思い逃走。そのまま2発撃たれているのに自力で病院、その日のうちに脱走して朝まで女と酒を飲んで帰宅します。これとよく似たシーンがバキにも描かれていますね。2つ目、力道山を一括。はい、これは諸説あるんですが、安藤組の島に勝手に飲み屋ができます。そこに花形系が突入すると、奥から用心棒であのプロレスラー力道山が出てきます。しかしあの力道山が一言注意されただけで、こいつやべえと思っておとなしくしたそうです。3つ目、俺が負ける。すいません、まあ、そんな数々の伝説を残した彼なんですが、最後は組同士の抗争で2人の男に刃物という武器で刺され、その生涯を終えることになります。その一生涯、自分の腕っぷし伸びでのし上がった姿は、この平成の終わりまで今現在も語り継がれているということです。はい、というわけで、まあ、これが今日まで語られている伝説の男
花形 K なんですが、やっぱりその世界には他にも強い人とかいたそうなんですが、自らの体一つでのし上がるまさに極道と呼ばれる男だったのかなと思います。憧れますね。一方ですね、うちのマネージャーも伝説がありまして、柔道部最強の相手と喧嘩になったそうで、掴まれたら終わりだから先手を打たればなるまいと思い、身軽さを利用して百裂拳を叩き込んで全てクリーンヒットさせたそうです。するとなんと相手は無傷でひょいって持ち上げられて、その時マネージャーはやめてくれと一言放ったそうです。はい、ということで今回は以上です。また次回の伝説でお会いしましょう。おやすみなさい。三島由紀夫、日本語の達人と呼ばれ数々の名作を生み出した伝説の文豪、彼の演説は聞く者全てを魅了した。本日はそんな一人の伝説についてお話ししていこうと思うよ。ゼゴロドクさん、こんばんは。深夜の放送部タクです。本日伝説シリーズでございます。今日お話しするのは戦後昭和の文豪三島由紀夫という男性についてお話していこうと思います。あ、鳩山由紀夫じゃないですよ。大丈夫ですよ、落ち着いてください。で、今回はその中でも彼が起こした有名なクーデター、通称三島事件というものについてお話していきます。まずクーデターなんてね、今の日本では考えられないですよね。ちょうど今フランスでね、自動車税が増税するってことでね、やばいデモが起きてますけど、クーデターとかデモってなんか一瞬混ざりたいという気持ち出ますよね。出ませんね、すいません。早速参ります。この三島事件、今から約50年前に起こった事件です。まずは三島由紀夫さんの紹介から。三島由紀夫、本名平岡君武。1925年、戦後の日本文学界を代表する作家の一人でもあると同時に、ノーベル文学賞候補になるなど、日本語の枠を超え、海外においても広く認められた作家。エスクワイアの世界の100人に選ばれた初の日本人であり、国際放送されたテレビ番組に初めて出演した日本人でもあります。代表作は小説、仮面の告白、金閣寺、京子の家、幽谷、北条の海などがあります。他にもたくさん有名なのがあります。特に金閣寺と仮面の告白とか有名なんじゃないでしょうか。教科書とかに名前とか載ってますよね。では本題でございます。三島事件というのは、1970年11月25日、彼が憲法改正のために自衛隊にクーデターを呼びかけた事件です。詳細です。陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で当時の増田兼俊総監を拘束し、正面玄関に自衛官たちを集合させてからバルコニーにて演説を開始します。その時の演説文劇、これはとても有名ですね。ただその時は事件を聞きつけたヘリコプターとか野次馬とかがすごい飛び交っていたそうで、聞き取ることが難しかったそうです。この劇のね、詳細に関しては個人の感想があると思いますので、気になった方はぜひググってみてください。演説の一部冒頭だけを抜粋します。お前ら聞け、静かにせ、静かにせ、話を聞け、男一匹が命を懸けて諸君に訴えかけてるんだぞ。いいか、それがだ、今日本人がだ、ここでもって立ち上がらねば、自衛隊が立ち上がらなきゃ憲法改正ってものはないんだよ。諸君は永遠にだね、ただアメリカの軍隊になってしまうんだぞ。時の首相佐藤栄作は、気が狂っているとしか思えない、常軌を逸しているとなどの発言をしております。しかしこれは現代のネットでは、あの時三島由紀夫さんが言っていたことが今現在の政治問題になっている、そして彼の言った通りに変化しようとしてるんじゃないかと、約50年前に未来をしっかり見据えていたなどと評価する声も上がっているということです。そしてここが彼の伝説の一つでもあります。この劇の演説終了後、なんと彼は切腹自殺を遂げております。本当に自分の命を懸けた演説だったということです。後に三島由紀夫さんと交流があった芸能人の方たちが事件のことをテレビなどでお話しされていまして、この事件の後に死ぬことを決めていたと思うと皆さんおっしゃってましたね。僕の中で印象に残ってるのが、結構最近の三輪明宏さん、あの方のテレビインタビューで、一言で言うと怪物です、あんな偉大な人に嫉妬するほど身の程知らずではございませんというふうにあの三輪さんが言っていて、まあそんなにすごい人なのかなと思いましたね。三島由紀夫さんは晩年政治的な要素が強くなっていて、そこには賛否両論がありますが、作家としては世界で評価されている方なんで、ぜひ皆さんね、一冊本を読んでみてください。あのノーベル文学賞を取った川端康成先生が、三島さんの日本語にはかなわないと言ったほど日本語の使い方が抜群にうまいそうです。はい、というわけで本日いかがだったでしょうか。昭和の文豪三島由紀夫さんについてお話ししました。自らの命をかけるほどに日本という国を愛した方なんだなというふうに思います。それではまたお会いしましょう。最後に、日本の未来を作るのは誰か、あなたたちです。おやすみ。ハンス・ウルリッヒ・ルーデル。時のソ連最高責任者のスターリンに、ソ連人民最大の敵と言わせたドイツ空軍急降下爆撃の神、彼の操縦するスツーカはソ連軍を苦しめ、ドイツ軍の希望そのものであった。本日はこの男の伝説についてお話ししていこう。スツーカとウェスーカ、どっちが強いんですかね。オープニングロバース。ゼコロトクさん、こんばんは。深夜の放送部ことダクです。本日はお待たせいたしました。みんな大好きウィキペディアのパロサイト、アンサイクロペディアに嘘を書かせなかった男、ルーデル閣下のお時間でございます。以前紹介したシモヘイヘイに負けず劣らず、かなりのリクエストが来ておりました。現代でもかなりの人気なのがわかりますね。本日伝説シリーズは、伝説の爆撃をルーデル閣下についてお話ししていきます。詳細です。ハンス・ウルリッヒ・ルーデル、1916年7月2日生まれ。8歳の頃に母からもらったパラシュートのおもちゃで遊んでいるうちに、空を飛ぶことに興味を持ち、パイロットを目指すことを決意します。1936年12月、士官候補生としてドイツ空軍学校に100倍の競争率を突破して入学します。そして1938年6月、グラーツの第168急降下爆撃航空団第一飛行隊に配属。しかし半年後には第121長距離偵察飛行隊に転属。この時のことを彼の著書によれば、中隊兵が偏屈者でうざすぎて厄介払いのために転属させたのだと言っています。すごいですよね。後の爆撃をもおもちゃで遊んでいた時代があったんですね。そして第二次世界大戦が始まります。ポーランド侵攻やフランス侵攻など、ドイツ軍の快進撃は止まりません。そしてこの時彼はまだ偵察や訓練などにより出撃ができない
ませんでした。この時のことを彼はエンジンがうなり出すために拳に耳を詰め込みたくなる通過体はクレタで歴史を作っている、そう思って私は口をふさに男泣きしたと語っています。こういったことがたまりにたまって上官からの休暇や命令に背いてまで出撃を重ねるようになったと言われています。もうパラシュートのおもちゃで遊んでいた子供の姿はございません。そしてここからが彼の伝説の始まりです。ソ連侵攻のバルバロサ作戦において1941年6月、急降下爆撃隊員として初の戦闘を経験します。そして1941年7月、出撃から1ヶ月も経たないうちに一級鉄十字章というものを受賞します。ここから終戦までスツーカという急降下爆撃機、ちょっと型式などは省略しますが、この爆撃機を使って破壊した多くの戦火記録を打ち立っています。それを今回一気に紹介していきます。まず戦車519両、装甲車やトラックは800台以上、火砲を150門以上、装甲車両4両、戦艦1隻、共同駆逐艦を1隻、駆逐艦1隻、上陸用舟艇70隻以上、航空機9機などをことごとく破壊しております。この記録の恐ろしいところが、部下のために戦火をたくさん譲っておいてこの記録なんですよね。あ、お前あれやっていいよみたいなゲームですよね。なので実際はもっと多い数字になってると。そして彼が伝説と呼ばれるゆえんの一つは戦火だけではございません。これだけ破壊されまくったソ連軍は怒ってルーデルに懸賞金をかけます。金額はなんと現在の日本円にして約1億円、ワンピースかって話ですね。なのにこのルーデルさんはとにかく出撃したがるんですね。総出撃回数が2530回、約4年戦ってこの記録ですよ。計算すると1日平均2回出撃してますからね。しかも途中で撃墜されたりとか負傷しまくってるんですが、そのたんびに病院から抜け出して出撃したり、今日は後方勤務だって言われたのに書類を偽造して出撃したり、出撃して撃ち落とされるんですが基地まで歩いて帰ってそのまま出撃したりと、どんだけ出撃したいねんってくらい空に行きたがるんですね。そして彼は負傷して片足がなくなり義足になっても戦い続けます。見かねたあの独裁者ヒトラーがもう出撃しないでってお願いします。ですが彼はそれすらも断ります。さらにここから勲章もあげて、もう彼にあげる勲章がないということになり、新しく黄金鹿島馬券ダイヤモンド付き騎士鉄十字勲章というものを作り彼に送ります。長い。なのでこの勲章というのがドイツ史上彼しかまだもらっていないそうです。そしてドイツが無条件降伏をして終戦、ルーデルはソ連の包囲網を通過で逃げ切り、アメリカ軍の基地に着陸して降伏。ここで彼の伝説は幕を閉じたということです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。これがルーデル閣下の伝説なのですが、おそらくなんですが第二次世界大戦の中で最高クラスの戦果を叩き出した人じゃないかなと思います。逆にこういった方が味方にいても戦争に負けるのが不思議ですよね。そして彼戦後はスポーツで山登りに挑戦して、アルペンスキーの南米大会で金メダルも獲得しています。何をやらせても記録を残すのがすごいですよね。山に登るってできるだけ高いところに行こうとしてないですか。他にもたくさん逸話があって話したら朝を迎えるんじゃないかと思うぐらいなんで、気になった方は調べてみてください。なんかこのシリーズ戦術中のチーター紹介みたいになってますが、この人を紹介してくれっていうリクエストをねコメント欄で受け付けておりますんで、どしどしコメントしてください。お待ちしております。あ、最後のこれちなみになんですけど、うちのマネージャーも夜の街への出撃回数結構高いんですよ。毎回墜落してますけど。おやすみなさい。フローレンス・ナイチンゲール、近代看護教育の母と言われるほどの功績を作り、看護とは一つの芸術であると名言を残した女性。なぜ誰もがその名を知るほどの功績を残したのか、今日はその意外な方法についてお話していきます。ゼロのとこさん、こんばんは。シアの放送部タクです。本日の伝説シリーズなんですが、ヘイヘイラスヘイラス、到着の人と仲良くなりがちで、おなじみの看護師ですね。この看護師というのを作り上げたと言われているナイチンゲールという方についてお話していこうと思います。誰でも知ってるんじゃないかなというふうに思います。詳細です。フローレンス・ナイチンゲール、1820年トスカーナ大公国にて誕生。国籍はイギリスです。親善活動で出会った貧しい人々の生活を見て、人々に奉仕する仕事がしたいと思うようになります。そして1851年、ドイツのカイゼルスベルト学園で看護を学び、ロンドンの病院に就職します。ちなみにこの当時の病院というのが、専門の知識を持った看護師は現場には必要ないというふうにされておりました。病人の方のお世話をするただの召使いと考えられていたそうです。これってね、今考えたらありえないことですが、この当時はこれが普通だったんですね。そして後に彼女が各地の病院の状況などを調べ、専門知識を持った看護師の必要性を訴えたんですね。そして1854年クリミア戦争が勃発します。この時負傷した兵士の扱いが悲惨な状況になっていると新聞で報じられ、事態を重く見た戦時大使シドニー・ハーバードが彼女に従軍を依頼します。彼女はこの時看護師として従軍を決意します。着任した彼女を待っていたのは不衛生な状況と物資の足りていない病院でした。さらにこの時の軍医長官というのが彼女たちのことをよく思っておらず、仕事を一切与えませんでした。しかし彼女は衛生面の管理点から、誰もやっていなかった便所掃除から始め、その結果本国のビクトリア王女が彼女たちの報告は直接自分に届けるようにと命令を出したため、その後はしっかりとした仕事ができるようになります。そして不衛生による感染症が死亡の原因の一つだと証明し改善、病院内での死亡率 42% をなんと 5% にまで低下させることに成功します。この時に彼女はクリミアの天使と呼ばれており、看護師のことを白衣の天使などと呼ぶ由来になってるんですね。ちょっと鳥肌ですよね。そして戦争が終わり帰国をしますが、彼女はその時の仲間とともに病院の状況分析から始め、数々の資料を作成、これを各種委員会に提出しました。この資料こそが彼女の名を後世まで残すことになります。なんと自分たちで書き集めた
統計学を使った資料だったんですね。これによる改善は保険制度のみではなく陸軍全体の組織改革などにもつながります。そして1859年、イギリス王立統計学会の初の女性メンバーにも選ばれることになり、後にはアメリカ統計学会の名誉メンバーにすら選ばれることになるんですね。簡単に言えば看護師としてももちろんすごい方なんですが、正確に作り上げる統計学がもっとすごかったってことですね。イギリスなんかでは別名統計学の先駆者なんても呼ばれています。その後彼女は看護学校を作り、現在の看護師養成所に近い体制を整え、37歳の時に心臓発作で倒れてからはベッドの上で本の執筆活動などを行い、90歳でその生涯に幕を閉じられたということです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。白衣の天使ナイチンゲール、看護師としてずっと働いているというイメージだったんですが、実際はそうではなく、専門知識を持った看護師の必要性やその教育体制を整えた統計学者でもあったんですね。ちなみに今もあるナースコールとか病室に水道っていうのを取り付けたのも彼女だったそうです。すごいですよね。ぜひね、興味が湧いた方は詳しく調べてみてください。はい、ということで今日は以上です。ヘイヘイヒカキン、ヘイヒカキン、普段の彼はみんなに腰低い、ただのいい話丸を。何時殺すことなかれ。聖書に書いてあるこの戒めを守り、武器を一切使わず衛生兵として人の命を救うことだけを考えた兵士がいます。その男の名はデズモンド・ドス。激戦と言われた太平洋戦線で彼はどんな戦いをしたのか、今夜はそれをお話ししていきます。ゼコロトコさん、こんばんは。シアの放送部タクです。本日なんですが、久しぶりの伝説シリーズになっております。8月15日が終戦記念日ということもあって、夏は戦争関連の番組が増えたりしますよね。そこで今回は映画白装リッチのモデルにもなり実在したアメリカ兵デズモンド・ドスという方についてお話していきます。この方の戦争から何かを感じてもらえればと思います。詳細です。1919年2月7日、アメリカ合衆国のバージニア州で生まれ、宗教上の理由から暴力などで人を傷つけてはいけないと両親から厳しく教えられます。そんな彼を表す逸話があります。子供の頃から人を助けることが好きで、ラジオで事故のニュースを聞いて輸血が必要な女性がいると知ると、片道約5キロ歩いて病院に行き献血をしたという話があります。誰かを助けたいという純粋な心が子供の頃からあったということが伺えます。そして第二次世界大戦が勃発します。造船所の仕事に就いていたので兵役の猶予が認められていたのですが、仲間が次々と出兵していく中で、自分は命を奪うのではなく命を救って役に立ちたいという気持ちが強くなります。そして1942年の4月1日、バージニア州リー駐屯地で兵役に就くことになるのですが、ここで問題が起きます。宗教上の理由から敵兵を殺すことも武器を持って戦闘に挑むことも拒絶、訓練ですら銃を俺は持たないと主張。その結果上官から軍隊をやめろと何度も言われたり、仲間からは殴られたり嫌がらせを受けたりと、誰からの理解も得られないままの状態でした。普通だったら戦場では撃たないが訓練ぐらいはやろうという風になると思うんですが、どんなに厳しい環境下でも自分を貫き通そうとする信念の強さがありました。そして第77歩兵団士に衛生兵として配属されることになり、1944年、グアムフィリピン諸島の戦いに挑み、負傷兵の救護によりブロンズスターメダル賞を受賞。映画にもなった沖縄戦では第96歩兵団士により白装リッチという名で知られていた断崖上で75人もの負傷兵の命を救います。実はこの75人というのも、彼本人は50人くらいだと言っていたそうなんですが、映画を作るために取材した他の兵士たちが100人以上と言っていたそうなんで、間を取って75にしようとなっていたそうです。そして自身も4度にわたり負傷します。1945年5月21日、後方へ送られることになります。その結果沖縄での功績により、1945年10月25日名誉勲章メタルオブオーナーを授与。彼のように宗教上の理由などで戦えなかったりする人のことを良心的兵役拒否者と言い、通話戦地に行かず後方勤務になったところを良心的兵役拒否者の中で史上初のメタルオブオーナーを授与した人になったということです。はい、というわけでざっくりと紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。武器を持たず戦った男デズモンド・ドス、狂気が満ちる戦場で何があっても自分の信念を曲げず最後まで貫き通すということは普通できないですよね。これは戦後に何度も映画化したいというお話があったんですが、平穏に暮らしたいということで全て断っておりましたが、亡くなる数年前に映画化されるということを承諾したそうです。その理由が、周りの人たちからあなたがしてきたことは後世に語り継がなければならないと、そう説得されたそうです。皆さんはどう思ったか意見や感想をお待ちしております。最後に世界中の方たちにこの言葉が届けばいいなと思います。何時殺すことなかれ。おやすみなさい。坂本龍馬、この日本において名を知らぬ者がいないと言っても過言ではない倒幕の立役者。本日はこの男の伝説についてお話ししていくぜ。日本を今一度選択し申し候。有名なやつでございます。オープニングじゃ。ゼコロト君さん、こんばんは。深夜の放送部タックです。今さっきも言ったんですが、一番有名なやつですね。僕は自分の顔面を選択しようか悩んでるんですけども、本日伝説シリーズは日本の歴史上一番有名な人と言っても過言ではないこの男、坂本龍馬についてお話ししていこうと思います。こちら戦国時代の織田信長と匹敵するぐらいね代表される方でございますけども、社会の授業とかでね死ぬほど勉強したって方が多いですよね。復習感覚で聞いていただければなと思います。いくぜよ。坂本龍馬、1836年1月3日、土佐藩の郷士の家系に生まれます。場所は現在の高知県ですね。名前の由来は、生まれる前日に母親が龍が天を飛ぶという夢を見たことにちなんで龍馬と名付けたそうです。いいですね。僕のタクはこれキムタクが流行ってたっつってね、母親の愛情をすごく感じます。そして剣術修行のため江戸に行き、その時に黒船ペリーが来航、幕末の動乱が始まります。そしてまずこの坂本龍馬という男がこの後何をしたか、すごく簡単に説明すると、江戸幕府を倒すために必要なことを準備したとっていうのが一番わかりやすいかなというふうに思います。仲の悪かった薩長藩と長州藩に薩長同盟というものを結ばせた。これが彼の名を現代に残した一番大きな出来事だったのではないかと思います。そして名前は知ってるけどという方も多いと思います。なので今回は彼が伝説になるきっかけになったポイントを3つにまとめます。
とめてきました。1つ目、勝海舟との出会い。はい、こちら龍馬が開国浪者の勝海舟を斬るために訪れたのですが、逆に世界情勢や海軍の必要性などを説かれた龍馬が己の頑固さを恥じてその場で海舟の弟子になったという逸話が残っております。これは勝海舟が自分語りをしたそうなんで持って話してる可能性が高いそうです。ですが、この出会いが今後の龍馬に大きな影響を与えたことは間違いない。2つ目、亀山社中設立。こちら今でいう株式会社のような組織です。亀山社中は商業活動の儲けによって利益を上げること以外に、当時水と油のような関係にあった薩長両藩の和解の目的も含まれておりました。薩長同盟成立に貢献することになります。後にこれは皆さん聞き覚えがあると思うんですが、海援隊というものに名前を変えて活動するようになります。新型の武器が欲しい長州、米などの食料が欲しい薩摩、お互いの利害を一致させて物々交換の荷物運びなどをこの亀山社中が担当したということですね。坂本龍馬が大好きな武田鉄矢さんが昔結成していた海援隊というバンドはこの海援隊が由来になってますよね。あれ、お袋の声言うてね、ありましたよね。坂本龍馬が教科書から消えるかもみたいな時に、あの武田鉄矢ブチギレみたいな急上昇上がっておりましたけども。次です、3つ目、薩長同盟。はい、こちら1866年1月8日小松立脇という方の京都屋敷において桂心と西郷隆盛の会談が開かれます。ですが、先ほどのようなお互いの利害は一致せず話し合いは難航、簡単にまとまることはありませんでした。そして龍馬が1月20日下関から京都に到着した際、まだ同盟が成立していないことに驚き、桂になぜなのかというふうに問います。すると桂は、長州はこれ以上頭を下げれないと答えたそうです。龍馬はそれ以上桂のことを責めることはせず、薩摩側が桂の規範を止め、1月22日薩摩側からの六ヶ条の条文が提示されます。これがすぐに検討され、桂はこれをなんと了承します。これにより薩長両藩は結ばれることはないだろうと言われていた薩長同盟と呼ばれる条約を結んだんですね。まあ、この時の言い方をね、仲立ちって言うんですけどね、社会の授業とかで先生が仲立ちなんですよねって言った時、ニヤニヤしてましたよね。僕もその一人ですってね、言うとります。そして約260年間続いた江戸幕府は大政奉還を行い、長い徳川の歴史は終わりを迎えるのですが、龍馬は江戸時代末期の1867年12月10日暗殺をされてしまいます。あの有名な大宮事件ですね。新時代を作り上げることに成功したのですが、新時代を生きることなくこの世を去った龍馬、彼がもし生きていたら今の日本の歴史はまだまだ変わっていたかもしれませんと。はい、ということで今回伝説シリーズは坂本龍馬についてお話しさせていただいたんですが、皆さん大体こういうことしたんだろうなっていうふうに思っていたと思うんですが、具体的に見ていくとやっぱりすごいです。今のを含めて何がすごいか、やっぱり頭の回転と柔軟性なんですよね。あのペリーが黒船で突っ込んできた時も、最初は親父にね、こいつぶち切っちゃらって言ってたらしいんですけど、ちょっと待てと、彼らと船を使って利益を出せば航海術も身につくし貿易ができるやんということでね、こんなとんでもない事件の時でも冷静に判断を下していたんですね。そして最後になるんですが、その中で不敬なと思った名言というのもありますので紹介します。金よりも大事なものに評価というものがある。世間で大仕事をなすのにこれほど大事なものはない。金なんぞは評価のあるところに自然と集まってくるさ。はい、こちら金よりも評価を優先しろということですね。この評価が大きくなれば大きくなるほどお金が自然と集まってくるよという意味です。人のように道は一つということはない。道は百も千も万もある。はい、これは龍馬の賢さと言いますか、言葉の通りですね。龍馬は人の考えをさらに理解するというところでも長けていたそうです。じゃあもしこれだけのすごい人が本当に行き詰まってしまったらどうするのか。それが最初に言いました、日本を今一度選択し申し候。一度選択をしたように真っ白な状態から始めたらええやんということですね。かっこいい。あの有名な日本の夜明け勢よ、あれは言ってないらしいですね。時代劇でただ使われただけとかなんとか。まあ、でも彼ならね、きっと記録のないところでも常に日本の未来を語っていたんだろうなというふうに思いました。今回以上でございます。幕末のカリスマ龍馬、何か一つを学んでいただければと思います。一方平成のカリスマ、来たら大人やでー、新庄剛志。キャリア通算打率2割5分2厘を記録し、アメリカメジャーリーグでも活躍。ゴールデンクラブ賞を計10回獲得。その抜群なセンスから宇宙人、そしてビッグボスと称された野球界一のモテ男。さらにその伝説は止まることなく、2022年シーズンより北海道日本ハムファイターズの監督を務める。新たな幕開けを見せたビッグボスとは一体何者なのか。今夜は野球界から芸能界まで渡る類を見ないこの男についてお話ししていこう。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ本日なんですが、10億年ぶりの伝説シリーズですね。お久しぶりです。今日はですね、以前からすごいリクエストが多かったローランド様より歯が白い唯一の人類でおなじみ、生きる伝説の野球選手新庄剛志についてお話ししていきます。まあ、やっぱりこれ今の若い方っていうのは最近名前聞くけど、何をした人なのか、どういった方なのかという人が多いみたいでして、今日は短い時間ですが彼の伝説とざっくりとした経歴をまとめてきました。僕とかあんま野球詳しくなくても、あの引退試合は擦り切れるほど見たって人多いのではないかなっていうのはちょっと言い過ぎですね。まずは知らない方のためにもざっくりと、新庄剛志、1972年1月28日福岡で造園業を営む家系に生まれます。生まれは長崎、育ちは福岡南区とね、まあ、僕の庭でおなじみ福岡南区、まあ、僕中央区なんですけど、プロ野球選手になるという夢を果たせなかった父に育てられて、幼少期からその身体トレーニングを始まっていたと言います。ちなみに彼の生後の伝説として、生後10ヶ月ほどで歩き出したというものがありますね。これがなかなか早くて、ちなみに歩く前の
立ち上がるスピードっていうのは結構幅があって、1歳半で立つ子もいれば10ヶ月とかで立ち上がる子もいるみたいなんですけど、これって結構運動能力の違いだったりするんじゃないかって言われてるんですね。特に足の速さと肩の強さに恵まれてて、6歳の頃にはすでに大人よりも遠くに球を投げることができたと言います。ですが実はですね、小学校2年生ぐらいまでは町内のサッカーチームに所属していて、父の影響もあり3年生の時にはソフトボールを開始します。そして彼の負けず嫌いはすでに他の子を凌駕していたと言います。6年生の頃、町内の大会でさよなら負けしてしまうんですが、一人試合後もですね、審判に泣きながら誤審を訴えて食ってかかる心情。そんな様子を見かねた監督から、そんなに悔しいのなら自分が監督を引き受けるから少年野球チームを作ってその悔しさを晴らそうという話を持ちかけられてですね、彼はこれを言われてから2日間でメンバーを集め、長岡ファイターズっていうチームですね、そしてユニフォームのデザイン、その結成からおよそ1ヶ月後に開かれた福岡県大会では64チーム中3位という好成績を収めます。もう一度言いますが、結成から1ヶ月後の話です。しかも自分でメンバーも集めてるんですよ。この時からビッグボスだったんですね。そして1987年、父の勧めもありスポーツの強豪西日本体育大学附属高等学校へ入学、野球部員としての寮生活を送ります。当時からかなりの努力家だった彼はですね、毎晩夜中までバットをひたすら振っていたそうです。またそのセンスも並外れていたと言われていて、3年生の時には4番打者としてチームの絶対的エースとして活躍、夏の甲子園大会の福岡予選ではチームを決勝まで導くんですが惜しくも敗れてしまいます。余談なんですが、高校時代ですね、ホームランを1本打つごとに父親から1万円のお小遣いをもらえるという約束だったそうでして、ちなみに新庄さんは高校で通算34万円を稼いでいます。高校野球引退後はですね、九州産業大学への入学が決まるものの、この時阪神タイガースからドラフトで5位指名を受けて入団します。この時横溝さんというプロがですねスカウトを行ってその能力を判定してたんですけど、この横溝のスカウト歴で高校生だった選手の方に特選 A をつけたのはこの新庄選手が初めてだったと言われています。余談でね、実はドラフト2位で指名するって話だったんですけど、まあ、この5位で指名されたことに不満を持って指名断ってやろうかなって迷ったそうなんですけど、目の前で契約金の2800万円をドーンって積まれて、そんな大金みたいなのが初めてだったんで、それで入団を決意したという噂がありますね。ちょっとこの新庄さんらしいところも面白いですよね。そしてその幼い頃からの夢が叶い憧れのプロ野球選手となった新庄剛志、ここから虎のプリンスと呼ばれた彼の伝説が始まることになります。1991年9月9日に2軍から1軍昇格した新庄剛志選手、その翌日に東京ドームで行われた巨人戦で9回表の代打としてプロ初出場を果たします。ものすごいプレッシャーですよ。そしてなんと初打席で初ヒット初打点を記録します。デビュー戦での代打で初打点ってすごいですよね。しかしこれだけではございません。翌年の1992年5月26日甲子園球場で7番三塁手として初めてのスタメン出場、そして第1打席有働投手が放った探りのカーブを初球でレフトスタンドに沈めます。初スタメン初打席初球でのホームランです。この勝負強さを初スタメン出場で見せることになります。そしてこの試合から2日後に行われたナイターではですね、決勝打を含むプロ初の猛打賞を記録、シーズン初出場から12試合連続で安打を記録して時代のミスタータイガースの期待を浴びます。ここからスーパースター新庄剛志の誕生です。これは外野手としてのゴールデンクラブ賞を何回も受賞したっていう新庄剛志さんなんですけど、その生まれ持った強肩を見込んだ野村監督によりですね、投手も兼任するいわゆる二刀流を目指して練習を開始してたんですよ。1999年にはオープン戦の2試合に登板して巨人打線を三者凡退に抑えるという活躍を見せたんですが、この試合で膝を痛めてしまったんですね。このまま怪我が増えてどっちもできなくなると危険だということで投手を断念して、昔から肩が強かった子供だったわけですから、この怪我がなければさらなる伝説を残していたんじゃないかと言われています。結果的にですね、この怪我でシーズン初出場が7月まで伸びて、まあ、膝の痛みを抱えながらシーズンを送ることになったんですが、数ヶ月後にあの伝説を作ることになりました。1996年6月12日甲子園球場で開かれた巨人との首位攻防戦、12回裏同点ワンアウト1・3塁の非常に大事な局面で打席に立ったのが我らが新庄剛志。初球できた外角への外し球、この甘い牽引を見てこの小石球だったら打てると思った彼は2球目に来た同じような球をそのまま2塁3塁の間へと打ってサヨナラ勝ちしたんですね。これすごいのが、まあ、1球目の球を見て、まあ、もう1回同じような球が来るようにですね、あえてバッターボックスの3塁側に寄ったんですね。それで
でショートが二塁側に寄ってるのを瞬時に把握してこの隙間を狙ったということになるんですね。この瞬時の判断力と駆け引きの強さがすごい現れてるエピソードですよね。しかしこういったエピソードはセンスがあるなんかの一言で一人歩きしがちなんですが、実はこの新庄剛志選手はですねこの日のためにしっかりと備えていたんですね。実はこの3日前ですね、広島戦で牽引された際にあれこれなら打てんじゃねと思った彼はですね、その後打撃コーチの許可を得て外角に大きくそれた打球を打つという練習をしていて、野村監督と打ち合わせをして実行許可のサインなんかもあらかじめ決めていたんですね。備えあれば憂いなしの教訓をミニモット教えてくれる伝説的なエピソードですね。はい、2000年には打率2割7分8厘の好成績を収めて国内の球団からオファーが殺到します。阪神は5年12億のオファーを提示するんですが、新庄剛志はこれを捨てて MLB アメリカのメジャーリーグフリーエージェントの資格を取得、契約金3000万円でメジャーリーグのニューヨークメッツに移籍を決断します。ちなみになんでメッツに移籍したのかという理由としては、首都だしなんとなく目立つと思ったからだそうです。メッツでは新ジョイの愛称で親しまれて、この名字をイニシャルにするってこれ初だったらしくて、左膝を負傷しながらからの全力疾走神風スプリントっていうのが全米メディアでも話題を呼びました。そして2001年トレードでサンフランシスコジャイアンツへと移籍、2002年5月11日モントリオール戦でのセンターからホームへの 90m ワンバウンド送球、これに興奮したファンがですねもうグラウンドに入っちゃうほど熱狂となります。これもあって7月に行われたオールスターファン投票では約100万票以上を得て外野手としては第4位に輝きます。そして同年の10月19日日本人選手初となるワールドシリーズですね、メジャーリーグの決勝戦にですね出場したんですね。それまではこのメジャーリーグに行った選手っていうのがイチローさんぐらいしかいなかったので、これは日本人選手にとっては伝説でもあり希望であったんですね。そして約3年間メジャーで活躍し、2004年から日本ハムへと移籍します。でちょっと余談なんですけど、この復帰を最初に発表したのは会見の席ではなくて映画の試写会でのことでした。次は北海道に住みます、背番号は1番ですと、その時1番を他の選手がつけていたんですけど、そして正式の入団会見で札幌ドームを満員にする、チームを日本一にすると言い切るんですね。ここから彼は試合前のシートノックでスパイダーマンの被り物をしたり、アイドルみたいに天井から登場したりとか、電光掲示板が取り付けられたベルトをつけたりとか、数々のパフォーマンスを球場で行いファンを魅了していくんですね。このおかげもあって当時北海道に移転したばかりの日本ハムをですね一気に人気球団まで持っていくんですね。そして2006年、日本ハム最後の年に彼は引退を宣言します。そんな中チームは本当に25年ぶりのリーグ優勝を果たします。そして自身初となる中日との日本シリーズ、最後の打席は涙を流しながら豪快な空振り、しかし北海道日本ハムファイターズは44年ぶり2度目の日本一を獲得。真っ先にチームメイトは新庄選手の胴上げを行ったんですね。会見で行った札幌ドームを満員にチームを日本一にするという目標を達成し引退するという記憶にも記憶にも残る偉業をチームと共に実現させたんですね。その後ですね現役復帰を目指すんですが、惜しくも叶わず自身のインスタグラムで現役復帰を断念することを表明しました。しかし2002年よりですね、冒頭にも言いました日本ハムファイターズの栗山英樹監督が同シーズン限りで退任することが明らかになり、10月29日にですね日本ハム球団から正式に2022年シーズンからの監督就任のオファーを受け承諾したことが発表。彼は監督ではなくビッグボスという役職で新たな伝説の幕開けを果たしたということでございます。はい、とここまでざっくりと新庄選手の有名なエピソードを紹介したんですが、全盛期の頃も僕はまだ幼かったので改めて調べるとこんなにすごい選手だったんだなと思いましたね。新庄選手は日本ハムだけじゃなくてパリーグ全体にものすごい影響を与えた人物なんですよね。これからはパリーグですという言葉もありますよね。やっぱりねド派手なヒーローってイメージのある新庄選手なんですけど、裏ではとんでもない努力家だったりとか、応援団に過去にボイコットされた経験があったりとか、そういった苦い思いというのもたくさんしてきてるんですね。そこも含めて新庄剛志という男の強さだなというふうに思いました。最後にですね、そんな彼の残っている名言をいくつか紹介します。一つ目、地味な努力こそ派手になれる、派手になれば周りが見え出す、周りが見え出せば大人になれる、でも心は少年で生き続けたい。はい、これすごいですよね。大人になっても心は少年っていうね、破天荒な新庄選手さんらしいですよ。2つ目、努力することというのはうんこをすることと同じだ。1、踏ん張ること。2、毎日すること。3、水に流すこと。4、その姿は決して人に見せないこと。めちゃくちゃいいこと言ってますよね。言葉遊びもうまいですよ。3つ目、いっぺんに聞くと分かりませんので今日はこれぐらいにしてください。はい、これよく分からないと思うんですけど、こちらはですね野村監督が新庄選手へバッティングの理論について説明していた時に突然言い放った言葉らしいですね。野村監督特にいっぺんに聞くとわからんっつって、これ自分のねキャパをしっかり判断するというか、皆さんも今後新人研修とかあると思うんですね、その時に言ってみてください。4つ目、これはね最近のツイッターで言ってました。弱い犬ほどよく吠える
るって言うけど怯えて何もしないよりかはマシ。刺さりますね。僕もね吠えていこうと思います。はい、とそんな新庄剛志さん、引退してもなお挑戦し続けてる姿を見せています。これだけの功績を残しているにもかかわらずまだ上を目指してるっていうね、その向上心を見るとやっぱり勇気をもらえますよね。はい、ということで本日はビッグボス、宇宙人と呼ばれた男、伝説の野球選手新庄剛志さんについてご紹介しました。また次回の伝説とお会いしましょう。今そのざっくりだったので細かく調べるとすごいなと思うことたくさんあります。野球が興味ない方でも少しでも気になった方は調べてみてください。今日は以上です。動画ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。脱獄王に俺はなる言うとりますけどもね、一旦オープニングメリーゴーです。ということで、こんばんは、シエル放送部タッグです。速報でございます。今日はもともと大根の美味しい食べ方2選だったんですけども、そこが入りましたのでお伝えしに参りました。早速ですが、昨日30日、松山刑務所の造船場から脱獄、指名手配されていた平尾達馬容疑者が広島市内で逮捕されました。逃走期間は約22日、距離70キロ。向島に潜伏したと思われたが、平尾容疑者曰く本州まで泳いで渡ったと、とんでもない逃走方法を図っていたことが判明。これに対し、ツイッター上では、平尾容疑者、平泳ぎ者、平泳ぎ者、もし逃走中の金額に換算すると、約3億7800万円になると、逮捕後イケメンになって草。山口メンバーで報道するなら、平尾スイマーだろうが、ふざけるなマスゴミとですね、お祭り騒ぎになっておりました。まあ関係ないですけど、僕かなりの転勤族で、全国4つぐらいの中学校行ってるんですけども、その1つの学校の先輩でした。全然時期は被ってないんですけども、3日前ぐらいに知りましたね。確かにその学校、朝のホームルームと帰りのホームルームで、クラスの半分がいなくなってましたね。逃走はね、日常茶飯事でめちゃくちゃ行われてました。世間って狭いなって、はい。で、長期にわたる容疑者の過去に広島市民は胸を撫で下ろしたということなんですが、確かにこれだけの期間を現代に逃げ切るのはステルス能力はスネークと張り合うと思います。しかし日本には過去に脱獄王と呼ばれる一人の男がいます。それが白鳥義恵という男性です。彼は何度捕まっても何度も脱獄を繰り返します。では本州まで泳いで22日間逃走した平尾容疑者、脱獄王と呼ばれる白鳥義恵、どっちがすげえのかはっきりさせましょう。赤コーナー平成の脱獄王平尾達馬、青コーナー昭和の脱獄王白鳥義恵、アンドワン。さあ先頭は平尾容疑者、まずは1度目の脱獄で攻撃へ。それに対して白鳥容疑者、なんと5度の脱獄へ。なんと網走刑務所からも逃げてるんですね。見事なカウンターフックです。さあここで平尾容疑者、22日間で70キロを逃走。それに対して白鳥、1日で120キロ、これは効いた。しかし平尾容疑者ひるまない。海を泳いで渡ったことでラッシュを決めていく。これに対して白鳥、手錠を素手で破壊し、煙突を素手で引き抜き、40過ぎても米俵を担ぎ両手を水平にした。ダウン、ワン、ツー、なんとここで平尾容疑者立ち上がりますね。ガッツがあります。さあ足元はおぼつかないが、平尾容疑者逃走中は屋根裏生活、夜間眠ってる間に侵入し私物を盗んでいたことを告白。逆転なるか。なんと白鳥笑っていますね。青森刑務所、針で合鍵を作り脱獄。秋田刑務所、ブリキで手作りのノコギリを作り鉄格子を切断して脱獄。さらに網走刑務所は味噌汁で手錠を食べさせ外して関節を脱臼させ関節をくぐり抜け脱獄。札幌刑務所、床下からトンネルを掘り脱獄。視線を上に向けてごまかしながら隠し持っていた金属片でノコギリを作り床板を切断。チョッキで穴を掘り脱獄。決まった。これには監視も、俺は監視の時は脱獄しないでくれとタバコを渡していたことが判明。止めた止めた止めた、 TKO 勝者、昭和の脱獄王白鳥義恵。素晴らしいですね。結局ね、模範囚すぎて仮釈放されてますからね。いやー強い、圧勝でした。ちゃんじゃん。はい、というわけで今回以上でございます。これが平成だったらね、もっととんでもないことになってるんだろうなと思います。平和が戻ってよかったなと思います。今回以上です。コメント欄にてご感想お待ちしております。以上です。おやすみ。犯罪者を全員殺します。全国の特別さん、こんばんは、深夜の放送部タッグです。今日なんですけども、タイトルにあります通りフィリピン大統領であるドゥテルテという人物がヤバいと話題になっております。なので今回は最近安倍さんの顔が怖いっていうだけで叩かれてるのを目撃したっていうこともあって、ドゥテルテ大統領がどれだけヤバいのかっていうのをお話していきたいと思います。詳細です。本名ロドリゴロワ・ドゥテルテ。まずこの方がどういう人かと言いますと、10代の頃めちゃくちゃ喧嘩ばっかりしてたんですね。毎日喧嘩で過ごして、さらには喧嘩最中に発症して刑務所を出入りしたことがあるっていうふうに自分で語っています。なんと人を殺めてます。レベル5。そして大学を卒業後、放火の大学院に進みます。ここで猛勉強して昔よりは大人になって落ち着いたのかなというふうに思ってたんですが、ある日彼は同級生にからかわれます。そこで彼はどうしたのか、なんと銃撃したらしいんですよね。銃撃、全く落ち着いておらず、ここまでしたんですが、なんとか退学を免れたそうです。どんな学校よって感じなんですけど。そして彼は政界へと進出します。そこで彼はまず、もともと同性愛者だったことを告白していて、元妻がいるんですが、彼は私は同性愛を自分で直したと語っていまして、まあ、ちょっとこの発言も叩かれ気味であったんですね。まあ、こんな感じで聞いてもらった通り、結構この大統領非常に努力した頭はいいんですが、プライドが高く破天荒な部分っていうのが多いんですよね。それから政治家を
経て大統領になったんですが、そこで数々の伝説を残しています。まず2013年、フィリピンのダバオという都市で彼は市長に選出されます。市長時代何をしたかと言いますと、なんとフィリピンでたびたび起きていたタクシーのぼったくり事件、これが一切なくなるほど治安を良くしたんですね。さらに在任中には友好関係が深い日本との友好の証として、人類はみんな家族と、そう刻んだ記念碑を建立します。これは本人が否定してるんですが、どうやって彼がここまで治安を良くしたのか、それが彼が就任してからこのダバオではダバオデススクワット、略して DDS と呼ばれる自警団がいまして、この DDS が犯罪者を超法規的措置による死刑で殺害しているのではないかとの噂がされます。まあそれをね、裏で指示してるのはドゥテルテではないかと疑問の声が上がってるんですが、さっきも言った通り彼はこの件については否定しています。じゃあなぜこのような声が上がったのかと言いますと、彼の生き様とかね、発言もそうなんですけど、2015年のクリスマス直前に彼はビデオメッセージでこう語っています。犯罪者よ、これがお前たち最後のメリークリスマスだとね、この言葉を残して大統領選挙に向けての意気込みを語ったんですね。だいぶ攻めてますよね。そして2016年に行われた大統領選挙に出馬するんですが、この時の彼も過激な発言等が多くて、世間ではこの時フィリピンのドナルド・トランプとも言われていました。そんな彼もトランプと同じく選挙に勝利します。当選後の会見にて、大統領になった彼は過激な発言は全て冗談でしたと述べていたそうです。ただね、冗談でしたとは言ったものの、大統領になった後の方がヤバいと話題になります。紹介です。1つ目、超法規的殺人指令問題。はい、先ほど言った DDS が出てきた問題ですね。で、彼は市長時代に何に一番こだわっていたか、それが麻薬の撲滅運動なんですね。大統領になってからもその姿勢というのは崩さずに、演説は麻薬王や資金源、密売人の最後の一人が自首するか、あるいは投獄されるまでやめない、彼らが望むならあの世に葬り去っても良いと発言。さらに彼は人権に関する法律など忘れてしまい、私が大統領になった暁には市長時代と同じようにやる麻薬密売人や強盗、それから怠け者ども、お前らは逃げた方がいい、市長として私はお前らのような連中を殺してきたんだと話しています。いや殺してるやん、いや言ったやんみたいな。そして実際に大統領就任後のたった1ヶ月余りで麻薬関係で死亡した事件というのがなんと1800件起きます。そして2016年末の12月12日、ここで起きたフィリピン麻薬戦争では約6200人が死亡しております。状況を見て分かる通り、彼はものすごい麻薬に対して厳しくて、麻薬王と呼ばれるピーター・リムに対し、あいつは飛行機から出てきた瞬間命を落とすと発言。さらには目の前で本人に向かってですよ、会談の時に処刑するよって言ってるんですね。で、麻薬関係で疑惑が出ていた自身の息子いらっしゃるんですが、まあ、これに対してそれが事実であれば自分の息子を処刑してもいいと公の場で語っています。半端じゃないですよね。2つ目、対国連関係。2018年の3月、麻薬撲滅を批判してるゼイド弁務官という方がいるんですけど、その方がドゥテルテ大統領に対して、お前はちょっと精神鑑定を受ける必要があると言います。彼は皮肉で、分かったよとこう精神鑑定を受けるんですね。その際に異常がなくて、精神科医から、まあ、あなたは罵るのが好きなだけですよねっていうふうに言われます。すると彼はそれを受けてゼイド弁務官に対して、異常なかったよって言うだけじゃなくて、見ろと、お前の頭は大きいが空っぽだと、頭脳がない、空洞だ、空っぽだ、髪を伸ばす栄養分すらない、なぜならほらハゲているからと、このように罵って精神科医から言われた通りですよと皮肉を入れてね回答しています。すごい肝の据わった大統領なんですよね。そして3つ目、北朝鮮関係。2017年6月4日、当時日本の内閣総理大臣の補佐官だった河合克行さんとの会談で、彼は我々は日本と共にある、私はキム・ジョーンのことをバカ者と呼んでると発言します。他の国が刺激しないように言葉を選んで話してる中、彼は総書記のことをバカ者と呼んでると発言しました。まあ以上がね、彼の代表的な発言なんですが、その他伝説もあるんでまとめて紹介します。市長時代、彼はパトロール中に喧嘩してるものを探し回り、犯罪者を自らの手で殺した、強姦殺人容疑で捕まえた容疑者をヘリコプターから捨てた、オバマに対し売春婦の息子と侮辱、麻薬犯罪者を殺せば住民に約4万円の報酬制度を与える、テレビにて汚職を働く者は全員殺したと発言します。それ、日本では考えられないようなぶっ飛んだことをしてるということなんですが、実は彼大統領としての支持率は極めて高いそうなんですよね。治安も良くなってるということで、目には目を、歯には歯をじゃないですけど、国のための行動であるということは変わりがない、やり方も徹底してるから、その支持率につながってるんじゃないかと言われてるということです。はい、というわけで以上なんですが、まあどっちがいいのかなというふうには思いますよね。日本も犯罪者に対してはこれぐらい厳しくしてもいいのかなとも感じますし、特に性犯罪に関しては、まあこういったことも含め皆さんの感想をお待ちしております。今日は以上です。おやす、ドゥテルテ。僕を注意待遇で扱ってくれますか？ふはははは、あり得るな。タイはなぜ YouTuber なんです？なぜ YouTuber？ 聞きたいものです。他に食べる方法を知らんからさ。だから未だにギャンタ君ももらう。戦争真っ只中、赤い戦闘機に乗り敵国の戦闘機を撃墜し、その名を轟かせたエースパイロット、マンフレート・フォン・リヒト・フォーエ。この男が撃墜王となり、レッドバロンと呼ばれたゆえんについてお話ししていこう。認めたくないものだな、自分自身の顔面がゆえの過ちというものを。全国の特命さん、こんばんは。視野の放送部こと福岡の彗星ことタクです。誰がブサイクや言うとりますけどね。なんともう忘れ去られたと思われていたあの伝説シリーズが帰ってきました。ただいまー。終わってません。最後の動画がね、確か 3,4 ヶ月前とかですかね。これ定期的にやりたくなるんですよね、これ。そこで今回ですね、あの有名な機動戦士ガンダムに出てくる赤い彗星と呼ばれる男、シャア・アズナブル、あの人気のキャラクターなんですが、このモデルになったとも言われているマンフレート・フォン・リフト・ホーエンという方についてお話していきたいと思います。名前むずですけど、
けど、またシャーっていう名前はね別のとこから来てるなんて話もありますが、どういったところがモデルとされているのかお話していきます。興奮してきたな。詳細です。1982年5月2日、ドイツブレスラウで誕生。幼い頃は狩猟や乗馬を楽しむ少年時代。しかし家族からは甘やかされたことがなく、9歳になるまで家庭教師に教育され、11歳という若さで士官候補生となります。それ以降は軍服を羽織り続け、ロシア皇帝アレクサンドル3世皇帝連隊に配属されます。彼は幼少から軍人だったんですね。そして第一次世界大戦では早期編連隊に配属されます。敵陣に突撃するんですが、槍での突撃なんで敵兵にすぐに包囲されてしまいます。しかし彼は英才教育だったため、この時から賢かったと言われています。彼は仲間とは一人だけ別行動で戦場に向かっていて、そういった状況になるって理解していたんで、囲まれるっていうことを回避してたんですね。これ悪く言えば抜け駆けですね。でも彼自身、これじゃあ俺は偵察じゃないかと、そう疑問に思ってふと空を見上げた時、戦闘機を目にします。この時が彼と戦闘機の初めての出会いでした。後にこの時を振り返って、私はパイロットが何をしてるか知らなかった、パイロットの姿を見るたび興奮したと語っています。このことがきっかけになって彼は航空隊へ入ることを志願します。1915年5月、彼の願いは叶い、飛行訓練所での入隊が決まります。しかし彼の戦績っていうのは散々でした。同月、彼の初任務が行われます。ロシアの戦線に偵察飛行として操縦士がホルクという方、後部に彼が乗るという形で任務へ。そしてロシアからの帰還途中、エンジンが故障し、さらにロシア軍機に発見され撃墜されてしまいます。しかしこの時自軍に不時着して命に別状はなし。その後彼は長距離爆撃隊のソイマーキの爆撃手に任命されます。任務に向かうんですが、自分の不注意によるプロペラが壊れ墜落します。負傷しますが、この時も命に別状はなし。彼は一時的に任務から外されるんですが、傷が癒えた後の9月、初めて空中での銃撃戦というのを経験します。その時は敵のフランス軍に銃撃し、初めての撃墜に成功しますが、直後に不意をつかれて戦闘による墜落。しかしこの時も命に別状はありませんでした。ここで見えてくるのが、彼は幸運の持ち主であり、何度追撃されて、通常ねトラウマレベルの事故を起こしてもそれでも立ち上がる猛者だったんですね。そして当時偶然出会った当時のエースパイロットに、彼はお願いをして空中戦での極意を学びます。するとエースパイロットはこう言います。お前は単独機じゃなくて爆撃機に乗ってるからダメなんだと、腕を上げれば単独で戦闘機に乗れるからまずはそうしろと言われます。そして1916年の3月、ウェルダン前面の第二飛行戦闘中隊というものに参加します。その際フランス軍の探査機を撃墜。その戦いを経て彼はようやく戦闘機の単独使用ができるようになります。こっからです。1916年9月16日、イギリス軍の注意と勝意が乗った機体をたった一人で撃墜。その後の彼は若くしてベテランパイロットが操縦する敵機を撃墜していきます。同年の11月、イギリス軍最高のエースパイロットと言われた男と交戦。40分以上の激闘の末、なんと敵機の撃墜に成功します。これにより彼の戦場での知名度というのが一気に上がります。彼は止まることを知らず16機以上の戦闘機を次々と落とし戦果を上げ、結果プロイセン軍人最高のプールルメリット勲章と呼ばれるものを受賞します。よって彼はエリートパイロットたちばかりで編成されていた第11戦闘機中隊の中のなんと隊長に任命されます。その時この部隊のイメージカラーっていうのが赤で、自分たちの戦闘機っていうのは赤に塗装していたんですが、この隊長の彼の機体だけはひときわ目立つようにさらに真っ赤に塗装されていたんですね。ここから彼はドイツ軍内では赤い戦闘機乗りと呼ばれて、敵国には赤い悪魔レッドバロンと呼ばれるようになったんですね。真っ赤な戦闘機が突っ込んでくる、シャアが真っ赤なザクで登場した時を連想させますよね。1917年4月29日、数々の戦場をくぐり抜け、公式記録は計52機を追撃したと報告されました。しかしレッドバロンはここでは止まりません。同年の6月、彼は第一戦闘航空団の指揮官に任命されます。しかし翌月彼は戦闘の末不時着し負傷。この時の彼の言葉が語り継がれております。真の戦闘機パイロットは死ぬまで操縦桿から手は離しはしないと言ったんですね。社畜文化の始まりですよね。その後彼は前回の記録を塗り替え、計63機追撃と記録を残しました。1918年の4月21日、彼の記録というのはこの時までに追撃数計80機まで及んでいました。それでも彼は空を飛ぶことをやめず、空中でのイギリス軍との戦闘、イギリス軍の機体の後方を取っていたが、さらに後方から敵機が現れ撃墜されてしまいます。さらには地上からオーストラリア軍の銃撃もありました。これにより近くの畑に不時着、オーストラリア軍は赤い戦闘機を撃ち落としたと彼の場所まで行くんですが、レッドバロンと呼ばれている男はその時には死んでいました。彼は自分の言った通り軍人に生き、軍人でその生涯を終えてしまいます。ではこの時彼は何歳だったんでしょうか。なんと彼の年齢は25歳でした。めちゃくちゃ若かったんですね。シャアと比べてみますと、乗馬が好きである、身長が180センチ、帝国一族直下の部隊に配属されていること、そしてこの若さ、こういった点でもモデルになったんじゃないかと言われているんですね。もし彼が生きていれば記録はもっととんでもないことになっていたのではないかと言われています。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。撃墜王と呼ばれた男のお話でした。余談なんですけど、日本のバイク企業のレッドバロンであるじゃないですか、あの名前の由来も彼から来てるって言われてますね。そしてこれだけの人を殺めた男の手に最後握られてた遺品の中には1枚の少女の写真があったそうです。はい、というわけで今日は以上です。もうちょっと今僕影響されているんで BF5 で戦闘機乗ってきます。おやすみなさい。